小児氏に服属していた龍造寺氏は、立縄での戦いなどでの活躍を経て、存在感を増していた。これに反感を抱いた馬場頼力によって、龍造寺氏は、一族のほとんどを殺害されてしまった。生き残った家兼は、旧敵、馬場頼力を討って、水替え龍造寺氏を再興すると、仏門に入っていた曹孫の円月、後の龍造寺高信を減俗させ、工事を託すと、間もなく死去した。くまー龍造寺高信は、享禄2年、1529年、龍造寺家兼の孫にあたる龍造寺近家の長男として、肥前佐賀郡水替え城の東館天神屋敷で誕生した。立縄での戦いの時には、数え2歳、父や祖父が、馬場頼親の陰謀で中殺された時は、17歳だった。天文15年1546年龍造寺家兼の遺言により減俗すると龍造寺為信と名乗って水替え龍造寺氏の当主となった。時に18歳、彼こそ後に北部九州に派を唱え五州二島の大主と尊敬され、また肥前の隈として恐れられる龍造寺高信その人である。とはいえこの時彼が継いだのは分家の水替え龍造寺家である。本家の村中龍造寺家の方はといえば、家兼の兄家和が享禄元年1528年に死に、子種和が継いだが早世したため、その弟種久が継いだ。種久は天文8年1539年に没したので、この種光が継いでいた。この種久種光は事実上家兼の傀儡に近く、種光は家兼と一時対立していたが、龍造寺一族が中殺されると考えを改め、家兼が馬場頼親を討つ時には協力した。あるいは家兼と対立していたから小児冬久らに中殺されずに済んだのかもしれにゃいにゃ。実際には種光が馬場氏に対する戦闘を指揮してことがなった後に家兼を迎えたと考えた方が現実的かもしれない。龍造寺氏本家の居城村中城は、後に佐賀城として拡張整備され、江戸時代を通じて肥前佐賀藩35万石鍋島家の居城として機能しました。現在は秘跡公園として整備され、一辺800メートルに及ぶ水堀と矢倉門が現存するほか、本丸御殿が復元されています。水替え城は佐賀城の南300メートルほどの隣接していると言っていい位置にあり、現在は公園に龍造寺高信公碑と刻まれた高さ4メートルはあろうかという立派な石碑が立っているのみです。種光は天文15年1546年小児冬久に攻められ村中城を追われ浪人のようになったが、大内義隆の援助を受けて村中城に復帰した。さらに種の蔵を従えて小児冬久の居城西福寺城を攻めて、一時的に西予冬久を逃亡させた。しかし天文17年
1548年3月に25歳の若さで病死した。種光には娘が一人いるのみで相続者がいなかった。そこで一族老臣が集まって相談した結果、分家の水替え龍造寺氏より種信、後の龍造寺高信が本家の家督を継承することとなった。種信は種光未亡人を妻とし、残された一人娘を養女とした。この娘は当時7歳で、後に秀の前と呼ばれる美女に成長する。こうして天文17年1548年、龍造寺種信は20歳にして龍造寺家総領の地位についたのである。天文19年1550年には大内義隆の返帰を受けて高種に名を改め、またすぐに高信に改めた。いよいよ佐賀の戦国大名龍造寺高信の誕生だにゃ。ちなみに返帰を受けるとは、主君の名前の一字をもらい受けて自分の名前に使うことを言う。通常は主君の名前の下の一字を自分の名前の上に使う。この場合、大内義隆の隆の字をもらって高信にしたということだ。ということで名前を見ればその人の主従関係がわかる。この頃隆なんとかという名前の人物は大内義隆から返帰を受けていることがわかる。九州では原田高種、川津高家などがいる。また秋なんとかという名前の人物は大友義明から返帰を受けていることがわかる。なるほど、名前で立ち位置がわかっちゃうからこの時代の武将は名前を変えるんだにゃ。所属する勢力が変わったり地位が変わったり、改名する理由は様々だ。話を戻すと、龍造寺高信は大内義隆の力を背景に相続反対派を抑え込んだ。しかし天文20年1551年9月大内義隆が重臣末春方の謀反で殺害されるという事件が起こった。大明治の変だにゃ。ここでも影響があったか。これにより龍造寺高信は大きな後ろ盾を失うこととなった。このような情勢にかねてから高信の家督継承に不満を持っていた龍造寺本家の重臣土橋光政は、高信を廃し新たに秋金を擁立しようと密かに近隣の武将に呼びかけた。するとかねてから高信の人間性を嫌っていた熊代勝利、高木昭房、小田正光、八重宗照、江上武種、馬場昭親からがこれに応じた。人間性を嫌っていたって。土橋光政はいよいよ戦機到来とみて兵を挙げ、同年10月近隣の武将とともに村中城を包囲した。城内には高信一族、鍋島一族のほか能富、小河原、譜代の家臣のみで、とても包囲を突破することは不可能と思われたので自陣を覚悟した。絶体絶命か。ところが
蓮池城城主織田正光の老臣深町正忠が城を明け渡して退去するよう進めてきた。高信は家兼が馬場頼親にはめられた記憶があるため承知しなかったが、深町は自分が人質になってもよいとまで言ったため信じることとした。高信一行は虎ノ尾を踏む思いで包囲の中を通り筑後川を渡って筑後へ落ちていった。ひいじいちゃんと同じ道か。筑後柳川城城主深町昭盛はかつて家兼にしたように高信らを厚遇し一月に住まわせた。だが竜蔵寺高信はこのまま終わる男ではない。クマやったるぜ。